マジックナンバーを7にして迎える東京ドームでの阪神3連戦がこれから始まります。優勝を一気に近づけることができる、勝てばね。ただ優勝をすることはこの戦いではできない。2位の阪神相手に東京ドームで優勝を決める、絵的には美しいんだけど、優勝の瞬間は次のカードということになりますが、勝てば一気にマジックナンバーは減らしていけるわけなので、足踏みすることなくちゃっちゃと勝利して次に進みましょう。チームのチャンスにまず1試合目は注目して、終盤ピンチに注目することもあるかもしれない。展開次第で、まあ今永が投げるゲームなんでそういう展開もないだろうけど、簡単に勝利を積み重ねていく1試合目にしていきましょう。序盤からチャンスは来るよね。岡本の打席、今岡本には注目してはいないけども、この優勝が決まったらまた注目して2冠王を目指す物語に戻ろうと思うので、まあでもこうやってまた操作できる機会が来たのであれば、積み重ねてそれをチームの勝利につなげていきたいって思っているんだけど、やらないとダメだよ岡本くん。ここはミート打ちで当てに行くバッティングは、おー、ちね。じゃあ次取ればいいからね、別に一喜一憂する必要性はないんですよ。1回しかチャンスがない打線ではない、そんなね中日みたいな打線じゃないです。そんなチームをこの3年間で目指したわけじゃない、作ったわけじゃないですから。次のチャンスなんて相手が青柳だとしても、ほらこのように簡単に組んで一緒にしてもらっちゃ困りますよ。あの全く得点が入らない投手にとって地獄度しかない中日ドラゴンズとね、何もかもが違うので、もうここは何でもいいんですよ。打点がつく形がそらいいですけども、併殺でもいい場面。意味がわからない、そこで併殺出すら出せないのかお前は。次の豪華、まあ一人が凡退してもそれで終わりじゃないから、そんな弱いチームを目指してきたわけじゃない。この後にもさらにポランコがいて、こいつも打てんねんな。そして打てる能力にもなってるし、あこれここでゲッツやっちゃう、ここでやっちゃう、やっちゃう、ギリセーフ、よかった。2点目ゲットす。今永であればこの2点を守って勝ってくれるはずでしょうね。試合の終盤からピンチがあればピンチにも注目していこうと思います。まだチャンスが来るのであれば取ろうとは思うんだけど、ここで佐藤輝明逆転のホームランを許した今永、お前の一発癖がここで働く。君打たれてほしくないとこでよく打たれるよね。国際大会もそうやったし、なんか後半戦もこういう機会たびたび目にするけどな。え、このまま負けるの？1点取れずに。チャンスはありましたね。岡本の打席、松原出塁から盗塁を決め、ワンアウトランナー二塁、一発出たらさよならで、どうであれ勝てばいいですからね。そして元ジャイアンツの田口が投げようとしている。ノリノリなのね今ね。何を乗ることがあるんだ、2位の阪神で1位の俺たちの元にいるんだったらその理由もわかるけどな。そのノリノリの田口を打つのは難しいね。このまま終わりたくはないんだけどね。勝てるはずのゲーム展開だったから、勝ってマジックナンバーを一気に減らしていこうと考えてたんだけど、こういう事態になってしまってるから、それは己のバットで変えていきましょう。変えられるチームなので、ライトの打球は取れる範囲アウト、ゲームセット。もちろん敗北したらマジックナンバーが減ることはございませんので、7のまんま。あれれれれ、足踏みしたくないって言ったの足踏みしとるやん。何してんの。ほんでこれが8月を締めくくる戦いでもあったんだよね。その戦いで今永が打たれて、打線も結局あれ以降得点取れずに、中日みたいな敗北してないっすか。いや中日はもっと悲惨な敗北するチームですけどね。それに近い負け方をしたのは事実で嘘じゃなく、これが8月の締めくくり、新たな9月を迎えますけど、なんか楽しくないな、ワクワクしない。こっから優勝逃す展開みたいなのないよね。大丈夫だよね。うちから岡本和真が8月の月間 MVP へ選ばれました。というのも俺が注目してたくさん打ったからね。月間11本を記録している。そのおかげもあってかリーグの本塁打をまた打点王に返り咲いている。ホームランでは現在2位の村上とは4本差開けてます。打点に関してはね、2位の佐藤輝明、さっきのホームランでサラン稼いで2打点差、まだまだ差がなく、どっちが取るか分かんない。だからこそあの場面で今永には打たれてほしくなかったんだけど、あのタイミングで打たれて、それでも防御率 1.99 は先ほど投げ合った青柳よりも上の最優秀防御率。最終的に取れるかどうかは青柳次第、また今永次第だし、高橋奎二も十分狙える位置につけてるんでね。できればうちの選手が取ってくれることが理想だけど、君のこの一発癖を見てたらそれもないような気がする。数字で見たら青柳よりもええんや。ただこの7本間の悪いタイミングで打たれとんのよ。さっきのゲーム展開みたいに、国際大会でもそうやった。数字では現れないひどい7本なんですよね。打たれて欲しくないタイミングで打たれる。だから君に対する信頼がだんだんなくなっていってて、今の敗北によってもっとなくなった。短期決戦これじゃ使わないなんてことはないけども、なんか大事な試合ではあまり使いたくないなっていう気持ちにはなった。前の試合の反省を生かして、今日はチームのピンチに注目して、試合の終盤俺がやっておけば打たれなかったっていうわけではないけども、まあ今日はもう花からピンチですね。赤星が投げるゲーム、防御率 3.50、 8勝5敗と結果を残してくれてる。もっとできる投手だとは思うんだけど、現状こんな感じで、まあそれでも十分ですよ。あとリリーバーたち
ちもいるんですけど、こいつらに対する信頼はない。まとも抑えてるのは安明と菅野智之くらい。その菅野も最近数字明かしとるからな。現在セリーグのワースト防御率なリリーバーたちですから、あいつら任せるゲーム展開は良くないかな。打線に関しては今日お任せなので、選手たち個人でいっぱい得点を取ってくれて、ゆとりある状況の中ピンチで来てピンチで抑えるっていうのが理想ですかね。リリーバーに任せる形を取らずに、赤星で8回まで行って9回矢先で締めくくる。それでいいんじゃないかな。できればいいなって思うんですけど、いきなりピンチを作るんだね。ワンアウトランナー2塁でそこから抑えるんですけどね。手軽に簡単に。優勝まではあとマジックナンバー7、足踏みをする必要性はないって言ってるでしょ。グダグダはしたくないんですよ。そしてここで現在打点ランキング2位につけてる佐藤輝明、打たれたくない相手だし打点を稼がれたくない相手なので動揺するよね。目の前にいるバッター怖い打者だから。でもそこで抑えるんだよ。岡本の2冠を守るためにも、またチームの勝利のためにも、いろいろとのしかかってますよ。ただの1打席の佐藤輝明との勝負じゃないからね。いろんな記録がのしかかってるんで、赤星的には苦しいかもしれないですけど、そこは俺がうまく操作して、最後はカーブでいいと思うんだよな。反応がない。まあ歩かすのも一つ手ですけどね。ここは無理からの勝負は厳禁で、外のシンキングツーシーム、これを打ってくれるのであれば。反応はない。選球眼まで身についた佐藤輝明はもう本当にすごい存在、日本代表選手ですね。だから勝負はしなくてもいいです。次の大山も打っていて、この阪神打線強力よね。短期決戦でなんか勝負したくないんだよね。 CS ファイナルに勝ち上がってきてほしくはないんだけど、この打線であれば勝ち上がってこれるでしょうね。チャンスにも強いし、いかんなこの状況。ああ、打ち取れてない。追い込んではいてるんだけど、フルカウント、ここから何で行く？最後はまたシンキングトゥーシム、インド。よしよしよし、うまく打ち取って。でもこれまだ初回の話だからね。やった、万歳、俺の勝ちだ、じゃないんだよね。これからもっと自国的なものが続いていくかもしれない。いや、このチームに自国的な要素はいらないんだけどね。それは中日だけにあればいい。1点取ってくれて。2点と続くことはなく、赤星でこれを守ることになるが、まあ、守れる力を持ってるし、そういう数字も残してるんで問題ない。吉川直樹のホームランで追加点ゲット。もうぐだることなく、足踏みすることなく、行こうと思ってる矢崎、またこのピンチを作ったな。お前、そんな大山の顔見たくないんでね。大山好きじゃないし、あまりね。だからここはもう次見ないように抑えていくんだけど、いろんな球種投げて、でも最後に信頼できるのはこのシンキングトゥーシームだから、これは最後に残しておきたい。カットボール、よし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 。そして、インに食い込ませる。あ、はい、グダ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 、神神。だから、投球にもそれが現れてますね。何投げようかな。信頼ある球がグダグダだったんで、ここは外に逃げるカーブ。で、これで見逃し三振だったら理想だったんだよね。うまく決まっておけば、最後もシンキングトゥーシームでいいや。よー、シューマーク殴れば抑えれるんですよね。二度大山をこのピンチで抑えたから俺の勝ちだ、じゃないんだよね。これまだ3回の話、すごい濃密で濃厚で、もうこれ以上飲み込めない、吐き出したい。そんな気持ちになってるんですけど、まだこれ続く。点差が開いたらいいんだけど、詰め寄られるとゲーム展開になってしまったぞ。もっともっと近づけねえかな。またこれ1番から始まるところですけど、赤星で。来る？ああ、よかった。来ることなかった。で、ある？ないのかい。大山から始まり、この回も抑えて6回投げ切って、スタミナと、ああ、いい追加点ゲット。ゆとりある状況を作ってくれたので、あれば引き続き赤星で、接戦だとリリーバーっていう展開も考えて、松原の満塁ホームランが生まれて、また得点はなく、この7点差を守ってゲームセットで、これでマジックナンバーは減るんです。勝てばいいんです。当然最後も勝ってマジックナンバーを減らして、という感じでいこうと思います。状態いい選手もたくさんいますしね。前の試合同様、まずはチームのピンチに注目して、序盤から今日もピンチが来そうなので、投げる投手は山崎、海外留学を経て力をつけたこともあってか、ここまで防御率 3.63、6勝1敗と勝ってる、勝ってる。防御率に対してちょっと勝てすぎな部分はあるのかもしれないですけど、こういうチームだから勝てるんですよ。これが中日だったら1勝6敗でしょう。1勝ないかな。1敗負けて一切勝てずっていうことあったと思うんですけど、強いチームだったらこの数字でも勝てますから、またそういうチームを目指してきたので、俺は。だから理想通りの世界がここありますよね。防御率3点台の投手もしっかりと勝てて貯金も作れる。またそういう投球してくれてもいますしね、本人がね。やっぱ勝ち投手の権利をつくとか、勝利が多い投手っていうのは、打たれてほしくないタイミングで打たれない、ということしますから、今永も勝ってますけど、逆に敗北も多いじゃないですか、防御率に対して。ああいう投手っていうのはやっぱ間の悪い失点も多いので、まあ、当然援護がないことがこの負けの数にも繋がってくるんですけども、それ以上にやっぱどこで与えるか、その間の悪さとかも関係してくるよな。山田哲人、阪神にいる選手ですけども、手軽に簡単に抑えて、今日も山崎くんは勝てる投球をしてくれてますね。だからこのまま行こうよ。つまずくことなくな。打線も止まることなく取ってくれるだろうし、詰まることなくと言ったそばからのこのピンチはいらない。また大山、何度このカード、このピンチで顔合わせてるんだろうね。
あっと怖い角度だが大丈夫、よかったよかった、一度も撃たれることはなく CS ファイナルでやっぱ戦うことになるかもしれないチームなので、そういう意味ではなんか弱点とか見つけておかないとな。どこ投げたらいいとか、どういう球が通用するのかとか、結構こういう動く球阪神打線なんか鈍いような気がするな。まとも当てられてない。まあこれ短期決戦だったらまた話は別になるのかもしれないですけどもね、これはなんか一つデータとして取っておいてもいいかも。ここに勝ち上がってくるのであればね、東京ドームで行われる CS ファイナル、もしかしたらその道中負けるかもしれへんし、追加点はなく、7回のマウンドも行こうとしているとこ、体力との相談だ、いけますか。ギリギリやな、まだいけるけど無理から生かすチームですよ、リリーバーが信頼ないので。しかし引きずり倒して打たれてっていう展開も避けたいし、ここはピッチャーを変えてだね。7回に関しては誰で行く、本来ならこういうとこ菅野鍵谷なんですけど、鍵谷スタミナないし菅野は状態悪いし、じゃあ無駄に顔色がいい平内、この山崎と平内を共に海外留学に行かして力をつけてきたんですよ。平内も随分数字マシになってきましたね。一時期は防御率5点台以上だったんですけど、今3.98、ならば起用しても問題はないんじゃないと思ってるんですけども、この回抑えられるような、ピンチなくいけるような、ナイスピッチング、おいでポランコのホームランで追加点ゲッチュ。この後代打送られたか、平内のままでもいいかなと思ったんだけど、ほんでマウンド上がったのは桑原、引き続きどうぞって感じ。チームのピンチが来たねー、来たのねー。でマウンド上がってるのは大勢ですね。桑原が作ったピンチを火消しすることはできるのか、数字的には不安要素しかない、なおかつ状態も不調でしょう、出てこない方が良かったんじゃない。大丈夫大勢、いけるよね、いけるって思わして、そういう特急していこう。初球動くストレートで、次インコースのスライダー、よしよしよし、はい、ゲッツー、完璧で侍ジャパンの中野拓夢を抑えて、トゥーアウト、最後は山田哲人、全然打ってないですね。ほう、ここもタイスクいこう、状態悪くても156出るからすごいねって言おうとしたらね、まあいいか、1点だけだしね、点差は3点差とありますから、この1点で深いダメージを得たわけないじゃない。全然痛くも痒くも苦しくもない、むしろちょっと嬉しい、それはそれでおかしいけど、しっかりと抑えてくれましたね。ナイスーで3点差を守ってゲームセット。 OK、 阪神戦1試合目落としたのが悔やまれるけども、結果カードの勝ち越しで優勝はもうすぐそこに手の届く範囲にありますけども、いやここからもしかしたら何か起こらないよ、グダグダするつもりはない、足踏みする必要もない。この後中日3連戦が予定されていて、こちらの本拠地で行われるんですけど、1試合目に関しては市民球場、地方で行われるゲームだからちょうど良かったんですよね。あのまま阪神戦全部勝ってマジックナンバーを今1にしてたら、地方で中日戦でリーグ優勝、何がおもろいねん、何の花もないやないかい。チームのチャンスに注目って、せっかくの地方開催ゲームですよ、打たないともったいないじゃないですか。岡本和真の状態も絶好調、今日はいろいろと稼げる一日になりそうやな、チームの勝利も個人の記録も。相手中日が稼げるものは何もないと思いますけどもね、しょんぼい打線ですから、狭い球場とてそれでも打てない打線なんでね、弱いので全く未来も感じないし希望も感じないんで、見てよあの弱々しい打線もひどいでしょ。でも強打が謎の11本打ってたりしますからね、だからなんやねんちゅう話やけどな、11本打ってるからすごいねではないでも決してね、11本しか打ててないんか。この打球で帰ってアウトか、これはちょっと無駄な走塁、そもそも帰る必要ないよ、この後岡本和真でランナー貯めて一発打てばよかっただけなんだから、もったいないことしたな。まあでもここでまた打てればいいか、すっげえ打ちやすい状況で、打ちやすい球場で、打ちやすい投手というわけではないんですけどね、でも序盤はスロースターターが発動して、柳にしては打ちやすいはず、チャンスはあるはずなんだよ。あい、高めの球、それ打ち見すんのかい。まあいいや、次また来ると思うので、メルセデスが抑えてくれましたね。まあ別にやってもいいんですけどね、ハイポランコのホームラン、まあこのようにね、こちらが一方的にホームランを打つゲーム展開になるはずですから、ヒットとかでも返す必要はないかな。一発打てばいいんですよ、全バッターね。だから一発狙いでやりましょう。重野もパワーがない選手ですけど、なくとも入る、この球場は。ピッチャーでも打てる球場なんで。狙えますよ、もちろんね。全バッター強振で振ります。そしてド派手に得点を取って、次の試合で優勝を決める。東京ドーム戻るんで、相手が中日っていうのはちょっと不本意ですけどね。で、同時進行で阪神の結果も重要になってくるんですよ。次の試合で優勝を決めるためには。この試合俺たちが勝って阪神が負けてくれたのであれば、一気マジックナンバーを1にしても次戦勝てばということになります。まあ、負けたり引き分けでも決まる可能性もありますけどね。その2位の阪神の結果次第では。もちろん勝ってリーグ優勝を決める予定だし、その模様をこれからお届けしていくので、なんかまともに打ててねえけど、ランナーを三塁にして岡本和真はもっとランナー貯めて迎えたかったな。まあでも最終的に打てればいいんですよ、どんな状況であれば岡本で打つという結果があれば。
この打球も正面ついてアウト。なんか打球が不自然に上がらないし、正面つくし、まともに得点取れねえしで、来たチャンスを全て台無しにして、で、今、打点の差が1打点差詰められてましたね。佐藤輝明、83打点になってた。まずいな。このままだと打点王の立場がなくなる。だからこそ稼ぎたいぞ。チャンスで松原、この後繋いで岡本を回して打点を追っていきたいんだけど、ちょっとボール球振りすぎてるかな。なんだろう、すごく打てそうな感じするからこそ何でも打ちに行きたくなるんだよね。で、本当に打たなきゃダメな球ほど見送りがちっていう。で、気がつけばアウトになってる。いらないいらない、その展開。その甘い球真ん中に来てくれたら勝負は一気に決まるんだけど、岡本の時に来てほしいな。はい、また雑な凡退。真ん中のカットボール打ち損じてショートフライって逆に難しいだろう。まさかのここまで1点しか取れず、このまま勝つのかな、どうなるのかな。はい、打たれた。木下に唯一一発打てる選手ですよ、中日の中では。だからといってこのタイミングで打たれんなよ。同点に追いつかれてさ、次の得点はどこで入るの。まだ入らないの。あれ、思いのほか打ててないんですけど、大丈夫。岡本和真の出塁からポランコに回ってきたところ、打ちたかった選手は岡本だったんだけど、まあいいや、試合をとにかく決めていきましょう。このまま柳で来るんやね。ピッチャーの交代はない。雑な凡退、どれだけ積み重ねとんねん。お前、ここでサヨナラを決められないなんてことはあってはいけないの分かってるから。大城で、大城でもう一選手が変わっただけ。最後はこのように持っていくことになりました。全然劇的でも何でもないよ。いくらでも得点取れる状況をなぜか取らずに、んでここを迎えただけだからね。やった、万歳、嬉しいな。なるわけねえじゃん。元岡本で打点ほのいでは稼ぐつもりが、何も稼ぐことはできず、シングルヒット1本だけ。まあそれがサヨナラに繋がったからいいはいいんですけどね。あー、同時進行で阪神広島に勝ってる。マジックナンバー2のまんま。もちろん実戦で優勝決まる可能性ありますよ。俺たちが勝って阪神が広島に負けてくれれば、その気満々でやっていこうと思います。まずはまた序盤チームのチャンスに注目して、そして勝ってる状況で9回回ってきたら、最後のマウンド俺の手で抑えて胴上げを見る。先発を任せるのは東郷ということになります。優勝のマウンドはお前が上がるべきで、もちろん結果として残してくれるはずですよ。打線も岡本の状態の良さとかもあるので、相手ピッチャー高橋宏斗で若干打ちづらいですけども、東郷に援護点を与えてそのまんま勝って最後9回を締めくくる。そのマウンドも東郷で行きたいけど、まあそこは体力との相談ですね。行けそうにないのであれば無理から引っ張るようなことはしない。最後は安明を出して守護神で締めくくるでいいでしょうね。ただ阪神がなんだよな。これ試合中にね、他球場の結果見ることできないのでどうなのか分かんないんだよね。だから勝った時に分かるんですよ、阪神が負けていたか勝っていたかっていうのは。胴上げしたら阪神が負けてたってことですから、まあ、とにかく勝って優勝を決めましょう。負けてとか引き分けとか移動日の最中に決まるのが一番もやっと。ここまでの積み重ねを感じられないからね、すごくもやっとなんで。あー、高橋宏斗打ちづらいな。これ一発打てる選手ではないかな。ミート打ちでとにかく先制点と行きたかったんだけどね。いい投手が中日にもいるもんだ。ただ負け運持ちの投手なんでね、援護点は全くないはず。戸郷ですから何よりもね、絶対得点取れない状況が出来上がってますよ。こちら戸郷で、こっちの本拠地でピッチャーが高橋宏斗。中日から言わせれば絶望しかないでしょうね。得点が全く入らないことが確定してるから。でもこっちも得点取れなかったら意味なくない？全く得点が入ってないっすね。チャンスも作れてねえし、またここで作って吉川尚輝を迎えたとこ、もう1点で勝てるゲーム展開なんでね。だから早めに取っておきましょう。もうさよならとか必要ないから。あそこまでもつれたことが恥なんだよな、さっきの試合は。今日のゲームに関してはここまでに得点取れてないことが恥じゃない。何何何、優勝が決まるかもしれない盛り上がるゲームで中日相手に投手戦っていらない光景だろ、見たくない光景だろ。誰がそれを楽しいと思うね。こんな戦いをするプロ野球なら俺は絶対応援したくないんだけど、目の前で見てますね、やってますね。なんならそれを戸郷はしっかりと抑えてくれてるけど、その戸郷に対する援護はなく、8回のマウンドも行こうとしているとこ生かしていいんじゃないですかね。相手高橋宏斗もここまで来ているので、わっ、あっ、耐えることはなく8回を投げ切ってくれたその戸郷に勝ちをつけることはできずか。優勝が決まるかもしれないそのマウンドをこいつに託し、そしてここまで投げ切ってくれたのであれば絶対に勝ちをつけていきましょう。相手中日とは何もかもが違うと言ったでしょう。頑張った投手なら当然勝ちという結果がついてくるべきなんですよ。相手高橋宏斗はこのままいけばつきそうないですけどね。この打球は詰まって、あー、落ちないやつ、なんなんだよ。いつもなら落ちてるとこも最後は4番で全部持っていこうと思いますわ。はい、来ました。エースが力投、それに応える4番、最高すぎるゲーム展開でしょうね。
34本目は優勝を決める看板直撃弾になるかどうか、同時進行の阪神の結果にもよりますから、そこがどうなのかということですね。戸郷に関しては体力的に活かせられないので、さすがにここで交代ですね。最後を締めくくるのは安秋、守護神ですよ。うちに加入して結果を残し続けてくれている。お前を取って、そして守護神を固定できたことが、この2年間のリーグ優勝につながったんでしょうね。もうした気満々で言いますけど。だから最終回のマウンドはお前が上がるべきだ。巨人の新守護神、山崎康明で締めくくってなるか、優勝ね。相手4番ガーネットから始まるところ、一発打てるような選手でもないですし、とはいえどランナーは出したくないので、中日キラー持ちですから、余計に中日戦は抑えやすい安明で抑えていきましょう。ちょっとこれ守備の形態を引っ張りシフトにしておこうかな。なんかすごいプルヒッターなイメージがあるので。あ、流してきた。あ、流してきた。うん、でも取れる範囲で。アウト、あと2つのアウトを奪って優勝なるかどうか、繰り返しが阪神戦次第なんですけども。とりあえず勝てばいい。いい、もう気にすんな、気にすんな、気にすんな。打たれなければいい、この後。アウトじゃないのね。これでアウトですわ。あと1つ、阿部ですよ。まだここにいる阿部ですけども、抑えればいいでしょう。えい。よし、詰まってー、アウト。そして優勝来たんじゃない、来てない。わー、もう最高なお膳立てできたもんね、戸郷のこの力投、そして勝利投手になってますよ。なぜならば8回の岡本のホームランが生まれたから、これ以上にない勝利を挙げて2年連続のリーグ優勝なるか思ったら、阪神が邪魔してきたわ、余計なことを。7対5で広島相手に勝ってやがる。そこは広島も頑張れよ。5点取ったんだったら7点許すことなく守れや。そもそもそんなゲームで7点取る阪神打線もどないやねんっていうね。お前たちが頑張っても優勝なんてないんだよ。あがくなよ、マジックナンバーは。1、次戦勝てばいいだけの話ですけど、負けて優勝の可能性ももちろんありますから。同じく巨人は中日と東京ドームで、阪神は甲子園で広島と戦いますけど、とにかく勝てばいいだけの話なので、もうその気満々であっさりと優勝を決めていきましょう。今日に関してはもう最後9回のマウンドだけに俺は集中していこうと思う。さっきの試合でいい勝ち方したんでね、もう今日はやらんでいいでしょう。そこに至るまでの過程は最後を締めくくることだけやりたい。さっきと違って先発が秋山元郷で、勝っておけばこんなことにはならなかったんだけどな。いや待て、変えても今永でいいや。数字的にも期待できる選手ですしね、お前に任せたお前で勝つ、今季活躍してくれた選手でもあるから、それでいいなと思います。とにかく今日決めましょう、勝って。俺は9回まで何もするつもりはないので、また安明で締めくくるのもいいですし、展開次第では今永のまんまということもありえますけどもね。その今永が打たれなければですけど、もちろん手軽に簡単に抑えてくれる。松原のホームランで先制で、でもさっきあんな勝ち方したからね、俺の中ではもうクライマックスっていうか過ぎてるんだよね、ピークはね。戸郷で投げて岡本のホームランで勝って優勝をした気満々だったから、また松原ホームラン2打席連続。完全勝ちフラグが立ってますね。今永が、え ?1 点与えて、それ以上与えることはなく、なんか不安定なピッチング続いてますね。一発打たれてまた試合振り出し、なんなら逆転とかないよな。間の悪い失点が多いから。まあでもピッチャー変わりましたね。大勢が出てきて8回も大勢で行くということになるのか。岡本のホームランも同時に生まれました。そして9回のマウンド、点差4点差もある状況で海野が出てきてますね。安明で頭から締めくくろうと思っていたんですけど、出てきた以上はまず鍵谷で投げて抑えていかないとダメ。でも最後は安明で締めくくりたいので、とりあえず先頭バッター、この石垣に対しては鍵谷で一つのアウトを奪っ、はアウトであればいいんですよ。アウトであればね、ここで鵜飼を代打を送ってきたが何もできない選手なので、安明をここで出しましょう。最後はやはり守護神で締めくくるべきですよ。先ほど木下の一発あったけど、今日またそれがあるとは思えないし、あってはいけないよ。優勝が決まるかもしれないマウンド。これ以上グダグダすることなく行こうぜ。はい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 。はい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 。で、最後は進化でいいかな。終われ。当ててきた。当てるだけ素晴らしい。褒めてやろう。しかしアウト。だけどな。あと一つで優勝2年連続決まりますね。最後のバッターは岡林となるか。三振でアウトを奪うのがね、絵的には美しいと思うので、それがいいな。よしよし。ちょっと中日も空気読んでよ。もう頑張ったって意味がないんだからね。ここはフルスイングで来てほしいな。こっち進化でいくよ。振らないの？この点差でそれ振らないの？振らないんだ。あ、そう。もう一球進化続けてみよう。振らないの？ここに来て見ることに重きを置いてる。プロ野球選手？エンターテイナー？なんかほんと思んない球団やな。また進化で行くわ。どうぞ。打ってきて、アウト。
まあ、こういうことになりますわな。絵的に美しくないな。三振で奪いたい。ほんで相手も三振で終わりたいと思ってたはずなんですよ。本来そういう感じで思うはずなんですよね。優勝が決まるときちょっと空気読んで。でもなんだろうな、弱くて醜い中日はそういう空気を読む能力すらないんやね。それすらないんだったら本当プロ野球として、球団としてなんか消滅すればいいのに、存在する意味がないのにって思っちゃうのは嘘じゃない。本音です。まあ、どうであれ、2年連続のリーグ優勝をグダグダしながらも決めることができたので、前の試合で決めたかったし、俺はもう決めてるつもりだったから、改めてこうやって優勝でなんかね、こうやって旗掲げてますけど、全然嬉しくないです。感動で胸震える、涙流れる、そんなことねえよね。まあでもこの優勝を目指して3年目戦ってきたわけなので、それをこの20試合を残した段階で成し遂げられたことは嬉しいですけども、ただ優勝自体は昨年もしとんねんな。この後が重要で、CS を勝ち抜いて日本シリーズに進んで日本一になれるかどうか。物語最終年となる今年はその結果がついてこないと心の底から喜べない。ハッピーエンドとはならないから、優勝することはある意味当たり前だったし、昨年優勝したチームとして、そしてその先についてくる結果も必ず掴み取ろうと思います。今回9月6日の横浜戦まで日程を進めました。次回またこの続きから始めていきますが、残す20試合というのはもうチームに注目することはなく、岡本和真に注目して本塁打王、打点王、二冠を取ること、それを目的にやっていこうと思うので、興味があれば次回もまた見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。